エレアサルロペス・コントレーラスは、ベネズエラの大統領を。クエガカや、タチラ州で誕生した。オタワで演説する、軍服姿のコントレーラス・フアンビセンテゴメス前、大統領とエレアサルロペス・コントレーラス第43代の大統領であり、就任期間は1935年12月17日から1941年5月5日である。 1936年の会見米国大使との会談。前大統領不安ビセンテゴメス氏後、ゴメス派に対する暴動が発生。コントレイラス将軍は、翌年の1936年に、この混乱を収束させた。こうしてゴメス派だったコントレイラス将軍が実権を握り、軍事政権を継続させたのである。任期中に、中央銀行と、 第4の国軍が創設された。ベネズエラ中央銀行の設立1939年9月8日、大規模な通貨変動を防ぐため、マネーサプライト信用を規制するベネズエラ中央銀行の設立を承認する法律を制定した。国家警備隊の編成1937年8月4日、大統領を最高司令官とする第4の国軍として、 国家警備隊が編成された。国内秩序を維持するため、犯罪捜査や街頭警備が主な任務となる。国家警備隊については、陸海空とともに、ベネズエラ憲法第329条に定められている。1941年に、イサイアス・メディーナ・アンガリータ将軍が大統領に就任し、軍事政権を継続させた。 1973年1月2日にカラカスで母子した去年89歳。ありがとうございます。